どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はですね、久しぶりにこのデュアルハゲをね作っていきたいと思います。デュアルハゲで使うデッキといえば何か、そうなんですよ、本日は、過去環境に君臨していたサブテラー、皆さん覚えてますか？リンクス流サブテラー、あの迷宮作成というスキルを使って、このね手札を2枚でデッキに戻すとラビリンスウォールをね、出せるよっていうスキルなんですけども、このラビリンスウォールを出して、そのラビリンスウォールとこの戦士でサブテラーマリスを出していくっていう、そういうギミックだったんですけども、サブテラーがですね強くなりました。ちょっとこれなんでか説明しましょう。新しいパックで追加されたこの聖遺物の傀儡、このカード、これがですねいわゆるね、あの4枚目5枚目の決戦として、サブテラーの決戦として使えるんですよ。これ効果どういう効果を持ってるかっていうと、このね OCG の方のサブテラーでもなんか割と入ってるイメージなんですけど、一旦一度裏側のモンスターを表側攻撃表示か表側守備表示にできるよっていう、要はリバースさせるよっていう効果を使える、永続だから何回でも使えるんだけど、一旦に1回やったら、で、クローラーが、墓地にいるとデッキに戻して、表を裏にするっていうこともできるんだけど、丸2番は今回はあの使えません。丸1番の、裏を表にするっていう効果を使って、でこれもこのカードも裏を表にするっていう効果、あったりするじゃないですか。あと、打点、攻守を、なんかその、元々の、攻撃力と守備力を合計した数値にするとかね。そういう、効果を持ってるんだけど、これ、要は何がやりたいかっていうと、決戦と、傀儡をこう、使いまして、ひたすらに面越して、オセロみたいな感じで、なんか、黒にして、白にして、黒にして、白にしてみたいなことをしたいんですよ。基本的には。だからこのカードでなんか裏にして、表にして裏にして、で表にして裏にしてみたいなことをやっていきたい。でこれ何が強いかっていうと、傀儡、これね傀儡と裏ガエルが組み合わさった時にマジで強いんですよ。裏ガエルって選んでバウンスする、リバースした場合に選んでバウンスできるサイクルリバースモンスターなんですね。だから自分で1ターンに一度裏側表示にできるっていうモンスターなんですけども、これ相手ターンにフリーチェーンでバウンスできたらめっちゃ強いじゃないですか。裏ガエルって選んでバウンスだから、呼吸通すとかも処せるしね、エバリーとかもいけるし、だからこの裏ガエルセット、傀儡セットが結構強いんですよ。裏ガエルをひたすらにバウンスして相手のターンでフリーチェーンで、で、そんな走行してるうちに裏ガエルをこう裏にした瞬間にサブテラーマリスの効果が発動して、表側のモンスターが裏になった瞬間に手札から特殊ができるっていうことなんで、これ何番だ、丸1番かねの効果でこう後編のモンスターが出てくると、手札からでひたすらに制圧していくと、このリバースモンスターたちで結構強そうでしょ。で今回はそのギミックに、召喚師アレイスターっていう最強出張セットをぶちかましまして、でアレイスターで何がしたいかっていうと、アレイスターと墓地行っちゃった裏返るとか、速攻初手でもいいんだけど、呼吸トス出すっていう最強の壁で、あとこれ地属性なんですよ。迷宮壁ラビリンスウォールとかもこれ地属性なんですね。でこれ使っちゃうじゃないですか大体、迷宮壁はサブテラーの選手とかのコストで押したらね、メガラニカ出しゃいいんですよ。メガラニカで殴り続けるっていう、だからメガラニカ、呼吸トスとかと一緒にリグリアードとかも殴っていくという、夢のようなねサブテラー召喚獣っていう、なんかすげえ強そうなねデッキを作ってきたんで、ちょっととりあえず動画ご覧いただきましょう。あ、で今回は、こいつがリバースするとモンスターを何でも除外できるよっていう効果で、こいつはセットカードを破壊できるよっていう効果、お魚さんね、お魚で、でこいつはカメさんは全部全てのモンスターを裏側表示にするっていう、要するにアルコンですよね、アルティメットコンダクターティラノの効果を持ってるんですよ。めっちゃ強い、これシンクロとか阻止できるし、というわけで、早速ねサブテラー召喚獣おじさんやっていきましょう。デュエルスタンバイ、さあオセロしていくぞ、本日もオセロをしていくぞ。お強いじゃないか、なんか強いな。裏返る召喚、裏返るの効果とスッてなって裏になって、でサブテラマイスリグリアードの効果、セッてなって裏になってヒュッてやって、でカードを1枚セット、ターン終了。よしよしよし、今のところ普通のサブテラだ、今のところ単なるサブテラ。
天井院アスカちょっと珍しい。あーん、またもやめんどくせえカードを使うじゃねえか。これね、結構めんどくさいのはね、裏でも余裕で対象に取れて除外されちゃうっていうところなんだよね、ブラックマジシャンって。はい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 、セットセットオッケー。エンドフェーズ、まあそれは何もやることはない、何もやることはない。まあ一応サブテラの戦士がいるんで、まあ、ちょっと逃げれるんですけど、強い強いぞ、これが強い。一旦これは召喚か、これ召喚してて、傀儡セットか、傀儡と決戦来たのは強いが、あーん、なるほど、いいよ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 、どれ、まあいいよ、ナビゲートはいいよ、で、あー、まあいいよいいよいいよ、オッケー、問題はない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 。で、ブラックマジシャンとイリュージョンが出てきて、でイリュージョンは除外するパターンか、イリュージョンはどっか行ってほしいから、あと魔導陣の効果でそれ除外されるのはさすがにサブテラーの戦士の効果、どう、サブテラーの戦士の効果、デッキからサブテラーマリスをリグリアード、リグリアードパイセンを墓地に送ることによって自身とフィールド上のモンスター一体をリリースし、墓地に送ったモンスターを特殊召喚できる、現れよサブテラーマリスリグリアード。よし、これで魔導陣はなかったことになった、なかったことになっていく。で裏返る、反転して、で戻して、ブラックマジシャンか、戻すのはどっちかっていうとイリュージョン出てくるしな。でこいつで表にしていく、でオセロしていく、黒が白に変更されていく。あ、なに、貴様強いな、セットもナビゲートか、ならやるな。ちょ、結構めんどくせえけど、でも今使ってくれたのはありがたいよね、今使ってくれたのはちょっとありがたいところがあって、で出てくるブラックマジシャンめっちゃ出てきた。で表側にしていく、表側にしていく、でリグリガード効果発動。ちょ、お前どっか行け、どっか行け、サブテラの戦士効果、よし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 、いいぞいいぞ、今のところいいぞ。で守備表示いいな、守備表示いいわ。で自身裏になって、でお前も裏になって、オセロだ、まるでオセロだな。ターン終了。皆さん、あの遊戯をやってると思ってたでしょ、今俺オセロやってます、今俺オセロやってっからよ、このオセロやってっから。さあ来いよ、2700抜けねえだろ、2700っていう最強の守備力抜けねえだろ、サブテラの戦士じゃねえよ、間違えた、サブテラーマリスのリグリアード。カイクはいいよ、カイクは問題ない、全く問題ない、カイクは全く問題ない。まあいいや、あの裏返るぐらいはいいや、裏返るは死んでいただこう、バトル、なるほど。まあでも傀儡と血清あるからクソグザいんだろ、これ多分。変身だけしようか、これ一回さ、お魚になってさ、これお魚になったら無限に抜けないんじゃね、これあれなんだよね、魔法トラップは2回止められるんだよね、ナビゲートで。あれきついよな、ナビゲートは1回ちょっと2回まで無効にされるから、これこうじゃないかな、こうじゃない、でこれ無限に守備突破できないっていう話にしとけば強い説あるわ。さあ来いよ、どうしたブラックマジシャン、バトルかいいだろう、来いよ、殴って来いよ、殴ってこれか、一回決戦。でもさ、これさ、無効にするでしょ、あのカード。ってことはさ、生き残るってことだよね、あのカード自体は、カード自体は生き残るっていうことでいい、これ決戦だから無効には、まあとりあえず傀儡も発動するんだけど、傀儡も発動して今効果発動したいよって言うよ、俺表側にすっから、このモンスターをオセロしてっから今。ああなるほど、ナビゲート、これってさ生き残るよね、このカードたち無効になってるだけであって、無効になってるだけであって生き残るっていう説あるよね、これ、はい、はいはいはい、わかる、それはわかる。え、決戦はいっちゃうの、あ、来たわ。でもセットし直されるからかな、まあ、ちょっとリグリアードすんじゃん、でリグリアード効果で、ちょっとお前どっか行け、でサブテラの戦士効果だ、サブテラの戦士効果で出てきて、マジか、それ知らんかったな、ご表示か、はい、で効果発動する必要ないな、セットする前に、まあ、ちょっととりあえず裏側にして、裏側にして、でリグリアードの効果は単1なんですよね、裏、リグリアードの効果は名称単1なんで、
バトルフェーズに入って、まあ、こいつだけ殴っておく。はい、でターン終了じゃない。いいぞ、チクチクとチクチクと相手除外していくぜ無限に。これね、サブテラーって選択肢結構多いから難しいんだよね、プレイング自体は。ああ、それはね、それはセットカードはアクアパッツァのお仕事のお時間だから、アクアパッツァで破壊するから、セットカードは。ほいよブラックマンシャン、スキル掘ってる場合かお前、ブラックマンシャンでアスカ使いやがって。遊戯使えよ、もう墓所封印使えなくなるから石筒なくなるんだろ。やったぜ、墓所封印、墓所プラマジとかいううんこみたいなデッキがいなくなると思うと生成するぜ。セットいいのか、そのセットして分からせていくぞ俺は。まずはターン終了時、生物の傀儡の効果発動、傀儡の効果によってまずはサブテラリマリスリグリアードをリバース、はっ、そしてサブテラマリスリグリアードの効果発動、相手のフィールドのモンスター一体をこのゲームから除外していく。そしてサブテラの戦士の効果発動、サブテラの戦士の効果によって自身を特殊召喚。よし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 、いいぞ。でこいつは攻撃表示、俺の攻撃表示。そしてサブテラの決戦の効果発動、サブテラの決戦の効果によってサブテラマリスアクアパッツァをリバース。そしてアクアパッツァの効果、フィールド上のサブテラマリスの数だけ相手のセットカードをぶち壊していく。おらなんだこのデッキ強すぎだろ、なんだオセロ楽しい。さあお相手の方、ババですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、あーなるほど、これはもう魂するしかないね、これはもう魂でこうするしかないわ。ねえ、ほいほい、アドソン、スーパーアドソンムーブしていく。でカード1枚セット、ターン終了じゃない、これはこれするしかないんだよ。もうバックコズミックスされたらもうハゲる、あのハゲてたわ、セーフ、もうハゲてたからセーフ。コズミックスされても、コズミックスされてハゲるかと思ったけど、あーハゲたわ、これはハゲ、これはガチでハゲ一応無効化されないだけやってこう、無効化されないだけ発動しといて、はい、オッケー。でもほんとさ、なんかすげえコズミックすんの、マジで脳死コズミック、マジやめろよ、よし、何考えてんだよ、ちょほんまにキモいわ。さあ何デッキだこれ、どういうデッキだ。おムーンライトだ、ムーンライト、なるほど、これ原生復帰ムーンライトじゃねえか、これもしかして動画を見てくれたんですかね、動画見てくれたパターン、もしかしてもしかする、これムーンライトフュージョン、 OK、 ムーンライトフュージョン手札に加えて黄色で緑戻すやつね、これ強え、最強だろ、やばいわこの動き、この動きできたらすげえ強えんだよな。緑戻してですね、黄色を手札に、あの手札じゃない、特殊召喚して緑を戻すんですよ。そうすると融合をサーチしながら素材が戻ってくるっていう、なんかこのアドバンテージっていう概念をなんか完全に無視した最強ムーブが、これ一番やべえのあれだな、あれだ、あいつ、あの対象に取れねえやつ、何やっけ、サーベルダンサーだっけ、あれ、剣トラ、2体なんだ、でも2体はありがたい、2体はありがてえわ、2体はありがてえ。サブテラーの効果知らねえか、おでゼロか、おサブテラーの効果これ知らないパターンじゃねえこれ、これサブテラーモンスターのこれ、お出ました、俺サブテラーエアプ、わかんねえか、もういねえもんな最近サブテラーなんていうデッキ。結構ムーンライトってことはこのパックから始めた方なんですかね、リンクスを、違うかな。で、ムーンライトキャットダンサーの効果リリースして、このターンモンスターに2回攻撃全員できるし、戦闘で破壊されないよっていうこと持ってるんだけども、これは1回リグリアードに変身して、耐えます。いけサブテラの戦士の効果、迷宮壁ラビリンスボールをリリースし、墓地よりサブテラマリスリグリアード特殊召喚、いやカード1枚になった、ターン2でカード1枚になった、きついきつ、クソきち。でもあいつは対象に取れるから除外はできるね。さあどうする、殴っちゃうと除外して、オッケーいいだろう。でドロー、裏返る、きた最強、裏返るは強い、トラを処せる、トラを処せるぞ。反転だけするべきか、反転
転はすべき感はあるな。反転してもう一回戻しとく感はあるね。でリグリアード効果、まあこっちか。で戦士効果で戦士蘇ってくる。よし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 、いいぞ。なんか耐えた、なんか耐え、はい。でサブテラマリスリグリアード突破できねえ。2000たけえ、守備守備2000たけえ。さあ終了じゃない。2000の守備高いっすよ先生。先生もうちょっと勘弁してくださいよ。多分ねサブテラ側対サブテラ側は正解は多分相手出してることだね。剣トラトラサーベルタイガー。でもサーベルタイガー の3800とか4000くらいの打点だったら一応決戦があれば突破できます。コズされたけどね、コズミックスされたんですけど一応それ突破できるね。黄色効果いいだろう、黄色効果強くね。え、それ毎ターンその動きしてきたらマジで無理だよ、勝てねえよそんな動きされたら。毎ターンこいつキモすぎだろ、やべえよこいつマジで。きついってそれは。サーベルタイガーでしょこれ。やっと気づいたかこれ。イエロー効果緑戻して、いや強いんだよなその動き、その動きなんなのマジで。ちょっとほんまにおかしいってやってること。ただサーチしただけやんけ、ただサーチしただけやんけ融合をどういうことだよ、どうなってんだよこれ。アドバンテージとはで、ムーンライトフュージョン OK、 ムーンライトフュージョンで3体融合だこれ。さすがに気づけ、3体融合の重要性に気づけ。サーベルタイガーっていうのは効果の対象になりませんよっていう効果を持ってるわけです。そう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 、そういうこと、分かってるね、分かってんじゃん。いいよ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 。で赤効果でゼロにしていく、それは全く問題ない。でこれは殴られると死ぬので、もう変身するしかありません。これに関しては変身する以外に道ありません。サブテラの選手の効果発動、サブテラマリスリグリアードしかねえか、リグリアードしかねえなこれ。別に亀になってもしょうがないから、リグリアードリリースしてリグリアード出していく。これでサクリファイスエスケープ、イージービーは下げたぜ。さあ殴ってこいよ、あーいいだろ。でサブテラマリスリグリアードの効果発動、フィールド上の黄色を除外していく。そして戦士の効果自身を特殊召喚、特殊召喚、よしワンチャンある、これはワンチャンある。カエルが強い、これは無限にカエルが強い。あードロ、あーなるほど、まあ、とりあえずガエルは反転じゃん、でガエルは反転じゃんで戻すじゃん、戻すじゃん、これしないじゃん、でこれ戻すじゃん、これでエランデバウンスで、エランデバウンス強い、これアドバンスじゃねこれ、これ魂のこれアドバンス召喚では、これこうじゃないですかこれ、これこうだわ。でバトルだ、これで処理したらもう何もできんだろ。でターン終了だ、来たわこれ。で次リグリバレスアッシュ裏側にしてサブテラの戦士蘇生させて、来たわこれ、神ゲーだ、魂のアドバンス召喚。さあお相手の方、僕のモンスターが来た、お前そのスキル修正されるぞ、そのスキル修正されるぞ。これクソ弱えな、ハンドびっくりするぐらい弱えよこれ。これこうするしかないんだけどこれ最弱ムーブ、サブテラ界における最弱ムーブです。これサブテラ界における最弱ムーブを今してます僕は。ああすげえ、レッドリゾネーター出た、レッドリゾネーターからの誰、あ来た、もう遠征だ、レッド伝令だ、出たレッド伝令で奉仕、何すんだっけ、だから炎特殊召喚するんだよな、炎特殊召喚するんだよなこれ確か。真空召喚成功した時にデッキからその属性でブルサのモンスターいったら特殊召喚するよ、 OK。 で統計さんがなんか確かあれなんですよね、真空召喚に、成功するとデッキから演武をセットできる、なるほど。で統計出てくる、で統計は何、統計がデッキから遠征モンスターいった手段から入る、強っ。で点数か、あ召喚権増えてる、召喚権増えてる、勇士、勇士は何これわかんない、わかんない何が起きてんの。で
勇気は強い。ちょっと待って、レナにこいつは勇気を吹くか。セントダメージ与えると、エイムセットできる。最強かよ。これはグッドボタン。